夏の一勝を目標に一体感を高める中津北。一人一人個性がすごいあるんですけど、まあ、みんな明るく楽しく野球ができるチームです。もうエラーしても下を向かずに全力でやる野球をしています。元気出してこい。冬場のトレーニングを経て勝てる試合が増えてきました。特に大切にしているのが守り。肩が強く積極的な姿勢が特徴のショート久保に、視野が広く場面に応じた声かけで盛り立てるセカンド浅田、足が速く守備範囲の広さが光るセンター中村のセンターラインが中心です。マウンドに上がる清水はメンタルの強さが魅力。持ち前の安定感で打ち取ります。一方藤本はチームの盛り上げ役、力強いストレートを投げ込みます。攻撃面ではチームの切り込み隊長浅田が出塁。自主練習でパンチ力を増した中軸長谷部が返すのが得点パターン。大きな一発にも期待ができる小野田が下位打線に入ることで切れ目のない攻撃を狙います。そんな選手たちを支えるのが5人のマネージャー。この日も夏に向けてメンバー一人一人のお守りを作っていました。初戦から勝っててないので勝ってほしいという思いを込めながら作ってます。やりがいは感じます。頑張ってほしいです。夏に向かうチームのメジャー級は、私のメジャー級はマッサージです。練習後部員に頼まれた時にこうやってマッサージをしています。このマッサージで一戦一勝頑張ります。いやー気持ちいいな。夏8年ぶりの初戦突破を狙います。絶対勝つぞ。よー